近年、動物の中にみんなと少し違う生き方をする子たちが現れました。時々ボサボサになっちゃうのはなんでなんだろう。コツさえつかんだら簡単よ。リラックスしてシュッと仲良くしてって安心させてまた襲わないですよね。これはいろんな生き方をボサボサと選び始めたアニマルたちの物語、ボサボサ動物ボサニマル。